声の市民新聞全紙版令和6年7月。皆さんこんにちは。京都市広報担当発行声の市民新聞をお届けします。令和6年7月第328号。テープ第1巻 A 面。制作は公益社団法人京都府視覚障害者協会。制作協力は朗読ボランティアグループさいずり会です。では、今月号の主な記事のご案内です。まず、元利休二条城本丸御殿9月1日から18年ぶりに公開という記事に始まりまして、本丸御殿の魅力を一足先にご紹介。突き抜ける世界都市京都実現への鍵。女性のための相談支援センターを開設。司の姿勢インフォメーション。今日の夏の旅。京都西安友好都市提携50周年。生活ガイドブック暮らしの手引きを発行。熱中症を予防しよう。今年の夏は水について学んでみよう。教えておくれやす。拡大編我が輩とみっけの子ども市民新聞。いざいざ命の森へ。京都市の人口統計。啓発。市民新聞に関する問い合わせ。京都いつでもコール。市政情報発信中。情報ボックス。今月はこのような内容でお届けします。視覚に障害のある方を対象に展示版、文字拡大版、テープ版、CD、デイジー版も発行。問い合わせ、広報担当。電話 222-3094。ファックス 213-0286。今月号一面は、元利休二条城本丸御殿周辺を空から撮影した写真が掲載されています。元利休二条城本丸御殿。9月1日から18年ぶりに公開。その前に内覧会を開催。市民の皆様を無料でご招待します。詳しくはこの後にお知らせいたします。公開が待ち遠しくなる。本丸御殿の魅力を一足先にご紹介。保存修理工事が終了し、18年ぶりに公開する元利休二条城本丸御殿。皇室ゆかりのこの御殿について、ここでは見どころなどを公開に先駆けてご紹介します。二条城、郵便番号 604-8301、中京区二条城町541、電話 841-0096、ファックス 802-6181、時間8時45分から17時、入場は16時まで。ここに、本丸御殿については、ホームページを確認と書かれた二次元コードがあります。二条城で検索。本丸御殿の歴史。徳川家康が江戸幕府を創設した際に築城された二条城。築城後に最初の本丸御殿が建てられましたが、大火により焼失しました。現在の本丸御殿が整えられたのは、二条城が皇室の離宮となった明治時代。天皇と深い関わりのあった宮家である桂宮家の御殿を一部移築して完成しました。皇太子の宿泊所としても重要な役割を果たしました。写真が2枚掲載されています。今日の司の吹き出しです。ここがすごい。江戸時代の宮家の御殿でこれほどの規模を残しているのは本丸御殿の他になく、重要文化財に指定されています。保存修理工事。阪神淡路大震災で建物に歪みが生じたため、2017年度から保存修理工事を実施。今年3月に工事が完了しました。修理により傷んでいた障壁画もきれいになりました。キャプションとともに写真が掲載されています。ここが見どころ。建築、丸みを帯びた屋根など、宮家の建築らしい柔和な外観が印象的な本丸御殿。玄関、御書院、お常御殿、台所及び雁の間の4棟で構成されています。玄関、写真が掲載されています。御書院、本丸御殿の中心となる御書院。最も格式の高い一の間は、格天井で壁が金箔張りであり、違い棚を備えています。三の間は畳を上げると能舞台になり、明治天皇も能を楽しんだと言われています。万軸寿司の欄間はよく似たものが桂離宮にもあり、桂宮家ゆかりの建物としてつながりを感じられるデザインです。一の間、万軸寿司の欄間、ともに写真が掲載されています。お常御殿。お常御殿は当主が日常を過ごす場所で、居室や寝室、浴室を備えています。松鶴の間をはじめとし、数多くの障壁画をご覧いただけます。松鶴の間、写真が掲載されています。障壁画。本丸御殿に現存する障壁画は全部で237面。部屋の格式や用途に合わせた画題が一流の絵師たちによって描かれました。松鶴図、狩野英学作。最も多くの障壁画が残るお常御殿。その中でもひときわ目を引く松鶴図は豪奢で濃密な画風が特徴です。当主に長生きしてほしいとの願いから、長寿の象徴である松、鶴、亀が描かれています。写真が掲載されています。四季工作図、中島佳代作。田植えや収穫の様子など、日本の米作りの風景を描いた四季工作図。生き生きとした女性や母子の姿が大勢描かれています。写真が掲載されています。杉戸絵。杉戸は2枚1組で、廊下の境などにはめられる建具。本丸御殿には7組の杉戸絵が残っており、その一部を展示します。18世紀末から幕末にかけて描かれ、大型のものには花車や舞楽といった宮家にふさわしい画題が選ばれています。花車図、八木紀宝作。写真が掲載されています。しつらえ。江戸時代から大正時代にかけて整えられた繊細でみやびやかなしつらえも見どころの一つです。唐紙。唐紙とは5分入りの絵の具を塗った表面に版木を使って模様をすった紙のこと。本丸御殿の部屋や廊下を彩ります。写真が掲載されています。照明など、大正時代には絨毯やシャンデリエが取り付けられていました。洋風のしつらえを取り入れた近代の宮廷文化を今に伝えます。写真が掲載されています。本丸御殿に滞在した明治天皇。本丸御殿の主要な部屋を名付けたのは明治天皇です。また、天皇自らの指示により、曲線の園路と芝からなる新しいデザインの庭園が作られました。本丸御殿2階からの眺望、写真が掲載されています。公開に先駆けて市民4050人を無料でご招待。市民内覧会、時8月8日から22日、9時半から15時半のうち約40分。対象、市内に在住の方、小学生以下は保護者同伴。申し込み、はがきかファックスで、またはホームページから7月8日までに必着、二条城本丸御殿市民内覧会受付窓口、郵便番号 604-0024、中京区、衣呂棚お池上がる、KMG ビル3階、日照社内、ファックス 241-4544、多数抽選、問い合わせ、京都いつでもコール。はがき、ファックスの申し込みに必要な情報。申し込み人数4人まで、希望者全員の郵便番号、住所、氏名、振り仮名、代表者の電話番号、希望者のうち小学生以下の人数、第2希望までの観覧希望日と時間帯、午前、午後、どちらでもよいから選択。ここに2次元コードがあります。二条城本丸御殿、市民内覧会で検索。9月1日から本丸御殿の公開。観覧方法。ゆったりとスムーズな観覧。原則、事前予約、時間指定のウェブチケットで15人程度ごとの入室とする少人数観覧。歴史を深く理解できる工夫も。観覧の前に本丸御殿の歴史や魅力がわかるガイダンス映像を視聴。観覧料金。新たに本丸御殿の観覧料を設定しました。なお、市内に在住か通学の小中学生、70歳以上の方などは無料。区分、入場料、二の丸御殿観覧料、そして本丸御殿観覧料が表にしてあります。順に紹介します。一般、入場料800円、二の丸御殿観覧料500円、本丸御殿観覧料1000円。中学・高校生、入場料、二の丸御殿観覧料400円、本丸御殿観覧料300円。小学生、入場料、二の丸御殿観覧料300円、本丸御殿観覧料200円。本丸御殿公開の他にも、夏の二条城ではこんな催しも。非公開耕運亭での特別朝食。時、7月15日から9月30日9時15分、約1時間。料金、4200円。別途要入場料。申し込み、ホームページを確認の上、7月1日から希望日の前日に、先着順。ここに2次元コードがあります。二条城。夏の特別事業、イベント情報、朝午前の提供で検索。写真が掲載されています。二の丸御殿、式台の間、特別入室。時、7月24日から8月26日、火曜は休み、8時45分から16時10分。料金、一般1300円、中学・高校生400円。小学生300円ほか。申し込み不要。学芸員による解説会。時、7月26日、8月23日、10時、14時、約1時間。レクチャールーム。同場内集合。料金、要入場料。申し込み、京都いつでもコールに確認の上、7月8日までに。多数抽選。突き抜ける世界都市京都、実現への鍵。このコーナーでは、松井市長の公約、突き抜ける世界都市京都の実現に向けた新しい動きや政策などを一つのキーワードに沿って紹介。今回は、新しい公共について紹介します。京都市広報キャラクター、京の司の吹き出し。今回のキーワードは、新しい公共です。新しい公共を一言で言うと、社会総掛かりで課題の解決に取り組み、すべての人に居場所と出番のある社会を目指すことです。例えば、学校運営協議会、保護者や地域の方々に学校運営に参画いただき、地域の子どもは地域で育てるの理念のもと、学校、家庭、地域が一体となって子どもたちを育んでいくための組織。京都市では全学校、園に設置されています。新しい取り組みもスタート。市民対話会議を開催。地域活動に取り組まれている方々や、幅広い分野、世代の方々と、市長が直接対話をする市民対話会議がスタート。これからの京都全体のまちづくりについて意見交換を行っています。右京区での様子と書かれた写真が1枚掲載されています。今日の司の吹き出し。新しい公共は突き抜ける世界都市をみんなで作り上げるための大切なキーワード。今後もこのコーナーではその実現に向けた取り組みや市民、企業の皆様と一緒に行う活動などをお伝えしていきます。問い合わせ市民協同公民連携担当電話 222-3178 ファックス 212-2902 7月1日から困難な問題を抱える女性を支援女性のための相談支援センターを開設愛称はミント女性をめぐる課題は生活困窮や家族関係の破綻など複雑多様化していることがコロナ禍により浮き彫りに国は今年4月に困難な問題を抱える女性への支援に関する法律を施行市も新たな女性支援として包括的に支援を行うセンターを開設しました例えばこのような悩みやトラブルなどがある方は一度ご相談ください性被害に遭った同居する家族から暴力を受けている借金返済のため売春しているなど悪質なホストクラブの問題を抱えている専門のスタッフが丁寧に話をお聞きします。秘密は厳守しますので、安心してご相談ください。同センターの詳細はこちらと書かれた京都市情報館のページにつながる2次元コードがあります。京都市情報館にアクセスし、サイト内で京都市327173で検索。配偶者や交際相手からの暴力については、市 DV 相談支援センター、電話 874-4971 にご相談ください。市女性のための相談支援センター、電話 874-6312、時間9時から17時15分、休み、日曜祝日センターの住所については相談者の安全確保のため非公開としていますまずは電話でご相談ください主な支援内容相談心理師によるカウンセリング弁護士精神科医による専門相談緊急時における安全確保に向けた支援福祉施策の情報提供、住居・就労などの自立支援、ほか、関係機関と連携し、相談者に寄り添った支援を行います。司の市政インフォメーション、2024年度暮らし応援給付金、1、定額減税を補足する給付、調整給付対象市で課税されていて定額減税しきれないと見込まれる方支給額定額減税しきれないと見込まれる額申請期限10月31日2新たな住民税非課税均等割のみ課税世帯への給付対象2024年6月3日時点で京都市に住民登録がある世帯のうち2024年度住民税において新たに非課税または均等割のみ課税となった世帯支給額1世帯あたり10万円申請期限10月31日3子ども加算給付対象2の対象世帯のうち2006年4月2日以降生まれの子どもがいる世帯、支給額子ども1人当たり5万円、申請期限11月11日。司の吹き出し。1の支給額は所得金額や扶養親族の数などによって異なります。2は2023年度の7万円または10万円給付金の支給要件を満たしていた世帯は対象外となります。詳細はホームページをご確認ください。ここに京都市情報館のページにつながる2次元コードがあります。京都市情報館にアクセスし、サイト内で京都市324972で検索。問い合わせ、同給付金コールセンター、電話 0120-300-854、受付時間9時から18時。土曜、日曜、祝日は休み。市、お池駐車場でキャッシュレス決済が可能に。同駐車場に設置している事前精算機と出口精算機で駐車料金をクレジットカードなどで支払えるようになります。利用できる決済方法。8月1日からクレジットカード、ビザ、マスターカードなど、電子マネー、クイックペイ、ワオンなど、9月1日からコード決済、ペイペイ、D払いなど、決済方法などの詳細はホームページをご確認くださいと書かれた京都市情報館のページにつながる2次元コードがあります。京都市情報館にアクセスし、サイト内で京都市327119で検索。問い合わせ、自転車政策推進室、電話 222-3565、ファックス 213-0017。高等職業訓練促進給付金等事業を拡充。司の吹き出し。3年間限定で拡充していた対象資格等について、今後も同じ要件で申請が可能になりました。対象、市内在住の一人親家庭の親で、看護師、保育士などの資格取得のため、養成機関で就業する方、その他要件あり。支給額、ホームページを確認。拡充内容。対象となる就業期間を1年以上から6ヶ月以上に短縮。対象となる資格を民間資格にも拡大。ここに京都市情報館のページにつながる2次元コードがあります。京都市情報館にアクセスし、サイト内で京都市205786で検索。申し込み問い合わせ、区役所支所子どもはぐくみ室。なお、京北地域にお住まいの方は京北出張所保健福祉第一担当。今日の夏の旅。今年のテーマは世界遺産登録30周年記念&今日の名建築と夏の庭。ここでは文化財特別公開の一部を紹介します。文化財の特別公開、時7月12日から9月30日。なお、各会場の日時、料金はホームページを確認。大雲院祇園閣、織田信長、信忠不死を弔うために創建された大雲院。今回は祇園祭の矛をモチーフに建てられた祇園閣を公開。階段にある鬼の照明など独特の意匠が施され、閣上からは東山の眺望を楽しめます。智積院神殿、真言宗智山派の総本山特別公開の神殿は堂本印象室の色鮮やかな襖絵で飾られています。利休好みと伝えられる名勝庭園も見どころです。長楽館、おなりの間、豪華なシャンデリアや金地の襖絵など東洋と西洋の文化が融合したおなりの間を特別公開します。観光の分散化にも取り組みます。時間の分散、朝夜観光、天龍寺での朝の特別参拝、高台寺での観月茶会など、場所の分散、とっておきの京都プロジェクト、高山寺の特別拝観、大原でのハモ懐石料理など、天龍寺と高山寺の写真が1枚ずつ掲載されています。ここにホームページにつながる2次元コードがあります。京都市夏の旅で検索。ひらがな、なを持った我が輩が、その他の施設や体験プランなどは、ホームページをチェックしてほしいのである、と言っています。問い合わせ、今日の夏の旅コールセンター、電話 585-5181。京都西安友好都市提携50周年。京都市と西安市は文化交流や親善などを目的とした友好都市提携を結んで今年で50周年。ここでは交流の歴史や記念イベントを紹介します。問い合わせ先、国際交流共生推進室、電話 222-3072、ファックス 222-3055。西安ってどんなところ？中国西北地方の政治、文化、商工業の中心地。かつて唐の都、長安として栄え、平安京のモデルになった都市です。玄奘ゆかりの大願塔、玄宗皇帝と楊貴妃のロマンスの舞台となった華西地、秦の始皇帝陵と兵馬俑校など多くの名所があります。西安との深いつながり、友好都市提携締結、1972年に中日備忘録貿易弁事所の代表が入落した際、友好都市提携の話があり、その後、京都市長が中国を訪問した際、副首相などとの会談で合意。1974年に友好都市提携を宣言しました。記念品の交換。1974年に京都から石灯籠を送り、1982年に西安から大願塔模型が贈られました。京都市役所前広場に設置してある大願塔模型の写真が掲載されています。50周年記念の展示も見逃せない。漫画で学ぶ友好都市西安。中国にゆかりのある漫画や西安を紹介するパネルを展示。時、7月19日から8月19日、7月24日は休み、開館時間は10時から17時、入館は16時半まで、会場は京都国際漫画ミュージアム、地下鉄烏丸御池駅2番出口、料金は入館料が必要です。一般1200円、中学高校生400円、小学生200円。なお、小学生以下のみの入館はできません。申し込みは不要です。今日の司の吹き出しがあります。京都と西安の交流の歴史や西安の名所の紹介パネルも展示します。生活ガイドブック。お役立ち情報が満載。暮らしの手引きを発行。市の制度や手続きをはじめ、子育て世帯や高齢者、新たに転入された方など、幅広い方に向けた情報を掲載。ぜひご活用ください。区役所、支所などで6月27日から配布。来庁不要でできる郵送請求やインターネットでの手続きに関する情報を掲載。係からの吹き出しがあります。他にも災害の備えや発災時の対応、避難所の情報などを掲載しています。ぜひ日々の暮らしにお役立てください。問い合わせ先、広報担当、電話 222-3094、ファックス 213-0286。夏本番に向けて熱中症を予防しよう。気温が高くなるこれからの時期に向け、ここでは熱中症の予防法などを紹介します。声かけで予防しよう。こまめな水分補給。喉が渇く前に水分補給を。塩分補給も大切。エアコンを活用。日中だけでなく、夜間もエアコンを上手に活用。快適な環境づくり。室温は28度を目安に調整。健康管理をしっかりと。バランスの良い食事や十分な睡眠を心がける。参加して対策を万全に。熱中症予防講演会。基礎知識や予防方法などに関する講演。時、7月5日10時から約1時間半。会場は京都アスニー、中京区、丸太町七本松西イル。料金は無料、申し込みも不要です。先着順です。係からの吹き出しがあります。他にもホームページでは、これまでにない危険な暑さが予想される場合に、気象庁等が発表する熱中症特別警戒アラートや、熱中症を発症した際の応急手当などを紹介しています。ここに京都市情報館のページにつながる二次元コードがあります。京都市情報館にアクセスし、サイト内で京都市312462で検索してください。問い合わせ先、健康長寿企画課、電話 222-3419、ファックス 222-3416。 今年の夏は水について学んでみよう。使った後の水ってどうなるの？と気になったことはありませんか？今回は暮らしに欠かせない水について学べる催しを紹介します。3つのイベントがあります。上下水道局×サステナ講座。水道水ができる過程や下水の処理方法についての実験。時、7月30日と8月9日。各催しの日時はホームページを確認してください。会場はサステナ京都、伏見区横王子八反田。対象は小学生と保護者。料金無料。申し込みはホームページを確認してください。多数の場合は抽選です。問い合わせ先はサステナ京都。電話 606-2548、ファックス 606-2549。ここに二次元コードがあります。サステナ京都イベントカレンダーで検索してください。下水道施設見学会。時、8月2日13時から約3時間半。会場は鳥羽水環境保全センター。南区上鳥羽遠の森梅の木。対象は小学生と保護者。料金は無料。お申し込みは京都いつでもコールに確認の上、7月11日までにお申し込みください。多数の場合は抽選です。問い合わせ先、上下水道局総務課。電話 672-7810、ファックス 682-2711。琵琶湖疎水フォトウォーク、時7月27日9時と16時、約2時間。料金は無料。申し込みはホームページを確認の上、6月20日から7月12日の間にお申し込みください。多数の場合は抽選です。問い合わせ先、上下水道局総務課、電話 672-7810、ファックス 682-2711。ここに京都市情報館のページにつながる二次元コードがあります。京都市情報館にアクセスし、サイト内で京都市327094で検索してください。講師からの吹き出しがあります。講師を務める写真愛好家のゆうとびです。毛上岡崎エリアの疎水などを一緒に散策しながら、お持ちのデジタル一眼カメラで撮影しましょう。詳しくはホームページをご確認ください。上下水道局マスコット、すみとくんとひかりちゃんからの吹き出しがあります。実験や施設見学を通して、僕たちにとって身近な水について楽しく学んでみよう。市場アンケート、教えておくれやす。先月号の感想、応募総数356通。先月の人気記事、2024年度予算第2次編成。感想、予算の重点施策がイラストを使いながら説明されていて分かりやすかった。もう少し具体的に事業内容を掲載してほしい。今日の司の吹き出しがあります。今後も京都に住み、働き、活躍したいと思われるまちづくりを進めていきます。先月の人気記事、ここがすごい。京都市立高校、大学や社会につながる学びを推進。感想、生徒が自分のやりたいことを追求していて素晴らしいと思った。私立高校で行われている学びについて知る機会がなかったので新鮮に感じた。係からの吹き出しがあります。高校生を応援する声が多く寄せられました。生徒の興味関心を引き出す教育を目指していきます。私立高校の魅力を語る動画もぜひご覧ください。ここに京都市情報館のページにつながる二次元コードがあります。京都市情報館にアクセスし、サイト内で京都市326580で検索してください。厳しい意見もぜひ、今月号の感想をお寄せください。回答者の中から抽選で、バイカルの焼き菓子、懐かしのレモンを10人に進呈します。応募方法、はがきかファックスに、住所、氏名、年齢、今月号で関心を持った記事、持たなかった記事とその理由を明記して、またはホームページから7月10日必着でご応募ください。郵便番号 604-8571、住所は不要です。京都市広報担当宛て、ファックス 213-0286。なお、いただいた感想は紙面上で紹介する場合があります。ここに二次元コードがあります。市民新聞、教えておくれやすで検索してください。みっけ、わがはい、つかさからのお知らせ。豪華景品が当たるお年玉企画なのである。5月から12月の毎号、紙面のどこかに文字を持ったみっけか、わがはい、または今日のつかさがいます。12月号のアンケートでその8文字を並び替えて完成した言葉を回答いただくと、抽選で10人に豪華な景品が当たります。わがはいとみっけの子ども市民新聞拡大編。今月のテーマ、祇園祭り。京都の夏の風物詩といえば祇園祭りを思い浮かべる方も多いはず。今回の子ども市民新聞は夏休み拡大編。我が輩ミッケと一緒に祇園祭りについて学んでいきましょう。4コマ漫画です。1コマ目。ミッケ、祇園祭りに行ってきたで。これお土産やで。我が輩、ちまきである。いただきますにゃ。2コマ目。ミッケ、これは厄除けのお守りやから食べられへんで。我が輩、しょんぼりである。3コマ目。我が輩、これは飾るものかにゃ。知らないことが多いのである。ミッケ、そう言うと思って詳しい猫を連れてきたで。4コマ目。ドーン。それがしが教えるのである。我が輩、また来たのである。漫画終わり。祇園祭りとは、八坂神社の祭りである祇園祭りは、平安時代に疫病が鎮まることを願って始まったとされています。7月1日から31日の1ヶ月の間、毎日のようにさまざまな神事や行事が行われ、夏の京都を彩っています。山鉾の組み立て、先祭り7月10日から14日、後祭り7月18日から21日、釘を一本も使わずに荒縄で固定する縄絡みという伝統技法を用いて組み立てます。それがし豆知識。現在山鉾は34基あり、一番大きいもので重さ約12トン、高さ約25メートルもあるのである。宵山、先祭り7月14日から16日、後祭り7月21日から23日。提灯に明かりが灯る中、祇園囃子に耳を傾けながら山鉾を鑑賞できます。期間中、各山鉾町のお家などでは、秘蔵の屏風や美術品を飾る屏風祭りも開催されます。それがし豆知識。宵山の期間中は各山鉾町でちまきなどを買うことができるのである。ちまきは笹の葉で作られた厄除けのお守りのことで、山鉾町ごとにご利益やデザインは様々。京都ではちまきを玄関先などに飾り、一年ごとに新しいものに変える風習があるのである。祇園祭りゆかりの食文化。京都で祭りの食事といえば鯖寿司ですが、祇園祭では旬を迎える鱧料理を用意する家も多く、祇園祭には鱧祭りという別名もあります。それがし豆知識。昔は人力で輸送していたので、京都まで新鮮な魚を運んでくることが難しく、生命力の強い鱧は夏の京都でも食べられる魚として重宝されたのである。我が輩、これは何の場面かにゃ。すごい迫力なのである。それがし、山鉾巡行で方向転換をするための辻回しをしているところなのである。長刀鉾の辻回しの写真が掲載されています。動く美術館とも呼ばれる山鉾。全34基の山鉾のうち29基は、重要有形民族文化財に指定されています。西陣織や外国の織物など、歴史的にも価値のある豪華な工芸品で彩られていることから、山鉾は動く美術館とも呼ばれています。それがし豆知識。橋弁慶山の牛若丸と弁慶の人形は、どちらも室町時代から江戸時代の間に作られたものなのである。また、胴掛けは江戸時代の絵師、丸山応挙の下絵とされていて、葵祭りの様子が描かれているのである。橋弁慶山の写真が掲載されています。前祭り山鉾巡行7月17日荒ぶる神などを山鉾に集め、みこしとげの道筋を払い清める役割で、薙刀鉾を先頭に23騎が祇園林の演奏の中、都大路を巡行します。写真薙刀鉾、写真終わり。後祭り山鉾巡行7月24日橋弁慶山を先頭に神尾の大船鉾まで11騎が祇園林の演奏の中都大路を巡行します。写真大船鉾、写真終わり。密家後祭りは比較的ゆったり見られるからおすすめやで。それがし豆知識。みこし渡御。前祭りの山鉾巡行後に、八坂神社の祭神を乗せたみこしを、八坂神社東山区から四条御旅所下京区にお迎えし、後祭りの山鉾巡行後に、八坂神社へお送りするという神事なのである。問い合わせ、文化財保護課。電話 222-3130、ファックス 213-3366。 前祭りの山鉾巡行を市役所で見られます。本庁舎屋上庭園での山鉾巡行鑑賞モニターを募集。混雑防止のため、巡行の際は屋上を閉鎖していましたが、今年は前祭りのみ試験的に入場可能とします。密家、普段は平日8時から17時半の間に自由に入れるから来てみてな。写真、屋上からは辻回しも見られます。写真終わり。時、7月17日10時から13時15分。料金無料。申し込み、京都いつでもコールに確認の上、7月8日までに、多数抽選。問い合わせ、庁舎管理課、電話 222-3046、ファックス 213-4587。我が輩とみっけの子ども市民新聞拡大編でした。いざいざ命の森へ。さまざまな生き物が育つよう森や草地、池が作られた梅小路公園のビオトープ命の森。ここでは命の森で夏に出会える生き物や催しを紹介します。命の森。時間9時から17時。入園は16時半まで。休み。月曜、祝日の場合は翌平日。入園料、小学生以上200円。問い合わせ、都市緑化協会、電話 352-2500、ファックス 352-2561。梅小路公園、命の森。JR 梅小路京都西駅すぐ。草も木もない都心の貨物駅だった場所に、生き物の生息空間の再生を目指して作られた命の森。芝生広場、朱雀の庭とともに梅小路公園の憩いの場となっています。入り口は緑の館2階に。自然の起伏に富んだ地形や水辺の環境を再現。必要以上の管理を控えることで、京都駅近くの街中にもかかわらず、75種の鳥類と613種の植物が確認されている生き物のオアシスです。写真が掲載されています。生き物の生育環境を守るため、地上から約3メートルの高さに設置された樹幹回廊、樹木の葉、枝葉が茂る高さで、夏でも涼しく森を散策できます。写真が掲載されています。命の森で夏に出会える生き物、それぞれの写真があります。鳥や虫では、シジュウカラ、カワセミ、キビタキ、コクワガタ。植物では、ヒヨウギ、カリガネソウ、ミツガシワ、オミナエシ。命の森へ行ってみましょう。自然観察会。時、7月20日13時半、約1時間半。緑の館集合。料金、要入園料、申し込み不要。命の森クイズラリー。時、7月20日から8月25日。対象、小学生以下。未就学児は保護者同伴。料金、要入園料。申し込み不要。入り口に参加用紙を設置していますので、ぜひ挑戦してくださいね。京都市の人口統計、2024年6月1日時点、143万9440人、男67万9552人、女75万9888人、世帯数75万1347世帯。啓発、固定資産税、都市計画税第2期分の納期限は7月31日です。期限内の納付をお願いします。7月28日は世界肝炎デー。市では協力医療機関で肝炎ウイルス検査が受けられます。リベンジポルノに関する相談が増加中。裸などの写真は撮らない、撮らせない、送らないようにしましょう。暮らしの手引きの制作費はすべて広告収入で賄っています。市民新聞の制作費9100万円のうち約 55%、5000万円を広告料収入で賄っています。金額は概算。市民新聞一部あたりの公費負担額は2.7 円です。市民新聞の編集発行に関する問い合わせ。京都市総合企画局市長公室広報担当。郵便番号 604-8571。中京区寺町通りへお行き上がる上本能寺前町488。電話 222-3094。ファックス 213-0286。市民新聞の配布に関する問い合わせ。お住まいの区の区役所・支所まちづくり推進担当。北区、電話 432-1208、ファックス 441-3282。上京区、電話 441-5040、ファックス 441-2895。左京区、電話 702-1029。ファックス 702-1303。 中京区、電話 812-2426。 ファックス 841-8182。 東山区、電話 561-9114。 ファックス 541-7755。 山科区、電話 592-3088。 ファックス 502-8881。 下京区、電話 371-7170、ファックス 351-4439、南区、電話 681-3417、ファックス 671-9653、右京区、電話 861-1264、ファックス 871-0501、西京区、電話 381-7197、ファックス 391-0583、洛西支所電話 332-9318 ファックス 332-8187 伏見区電話 611-1144 ファックス 611-0634 深草支所電話 642-3203 ファックス 641-0672 第五支所電話 571-6135 ファックス 571-2673 京都いつでもコール市の手続き、制度、施設、催しに関する申し込み・問い合わせにお答えする窓口、年中無休。電話 661-みなここ3755 ファックス 661-ごようはここ5855 受付時間電話8時から21時ファックスメール24時間おかけ間違いにご注意ください。詳細はこちら。ここに2次元コードがあります。市政情報発信中。市公式ホームページ LINE、X、旧 Twitter、Facebook それぞれのページで京都市情報館で検索。ここに2次元コードがあります。情報ボックス。はがき、ファックス等の記載項目は1、催し名・コース名等2. 複数の開催日、開始日、時間がある場合は希望日、時間。3. 郵便番号、住所。4. 氏名、振り仮名、年齢。5. 電話番号、ファックス番号、メールアドレス。情報ボックスの催し等に申し込むときの注意は次の通りです。突起がある場合を除く。1人1通。1通につき1人、市内在住の方対象。往復はがきの場合は、返信用の表面にも郵便番号、住所、氏名を。保育、要約筆記、ヒアリングループ等の有無は問い合わせが必要です。情報ボックスは原則7月5日以降に開催する市が主催・共催の催し等を掲載しています。催しは悪天候・災害等による内容変更の場合があります。文中では所要時間はおよその時間、氏名は継承略です。一部、障害のある方や小中学・高校生等への割引、無料を含むがあります。インターネット環境がない方は問い合わせ先へお申し出ください。オンラインからでも参加できる催しがあります。文中ではオンラインありとお伝えしています。なお、情報ボックスの記事の中で2次元コードがある箇所では、ここに2次元コードがありますと読んでいます。それらの催しをインターネットで検索する場合は、京都市スペース記事のタイトルで検索してください。その方法で検索できない場合は、施設名や日時、会場などを組み合わせて検索してください。それらの方法で検索できない場合は、問い合わせ先に確認してください。市の各部署の所在地は、突起のない限り、中京区寺町を行き上がる地下鉄市役所前駅上です。市役所閉庁日は次の通りです。一部を除く。7月は6日土曜、7日日曜、13日土曜、14日日曜、15日月曜、20日土曜、21日日曜、27日土曜、28日日曜です。8月は3日土曜、4日日曜、10日土曜、11日日曜、12日月曜、17日土曜、18日日曜、24日土曜、25日日曜、31日土曜です。講座、教室。救命講習、成人や小児、乳児に対する蘇生法ほか、なお、各講習の日時、会場、申し込み方法はホームページを確認してください。時、8月20日から24日、料金無料。ここに二次元コードがあります。問い合わせ先、教育管理課、電話 682-0131、ファックス 671-1195。景観まちづくりセンター、郵便番号 600-8127、下京区梅港町 83-1、人町交流館京都。電話 354-8701、ファックス 354-8704。開館時間は9時から21時、日曜祝日は17時まで、休館は第3火曜、祝日の場合は翌平日。お知らせは2つあります。1つ目は、京町屋再生セミナー、オンラインあり。テーマ、京町屋の特徴を生かした再生・活用の考え方。時、7月25日18時半から1時間半。料金500円。申し込みは、ホームページを確認の上、7月22日までに、多数の場合抽選です。ここに二次元コードがあります。2つ目は、今日のまちづくり史連続講座、オンラインあり。テーマ、路地から見る京都のまちづくり。時、8月9日19時から1時間40分。料金、一般1000円、学生500円。申し込みは、ホームページを確認の上、8月6日までに、多数の場合抽選です。ここに二次元コードがあります。子どもへの心肺蘇生法講習会。時、7月30日、11月26日、1月28日、それぞれ13時10分から2時間20分。会場、宮古安心こども館、中京区カマンザ丸太町上がる。対象は未就学児の保護者ほか。料金無料。申し込みはホームページを確認してください。先着順です。ここに二次元コードがあります。問い合わせ先、同館。電話 231-8002、ファックス 231-8003。京都アスニー、郵便番号 604-8401、中京区聚楽周り松下町 9-2、電話 802-3141、ファックス 821-5145。開館時間は9時から21時、日曜祝日は17時まで、休館は火曜、祝日の場合は翌平日。京都アスニーでは、サークル活動など幅広い用途に、研修室や会議室等を貸し出します。なお、料金、申し込み方法はホームページを確認してください。ここに二次元コードがあります。お知らせは2つあります。1つ目は、アスニーセミナー。テーマ、古今和歌集の和歌を読む。時、8月2日14時から2時間。料金840円。申し込みは電話かファックスで、またはホームページから、8月1日までに京都アスニーへ、先着順です。ここに二次元コードがあります。2つ目は、アスニーシネマ。誓いの休暇等の上映。時、8月24日、9月28日。それぞれ10時と14時。各作品の上映日時はホームページを確認してください。料金無料、申し込み不要、先着順です。ここに二次元コードがあります。料理教室、オンラインあり。京料理や親子で寿司職人体験ほか、なお各教室の日時、対象、料金はホームページを確認してください。時、8月4日から29日、会場、京の食文化ミュージアム、味わい館、JR 丹波口駅西側市中央市場。申し込みはホームページを確認の上、7月5日から開催日の1週間前に、先着順です。ここに2次元コードがあります。問い合わせ先、同館、電話 321-8680、ファックス 321-8690。アスニー山科、郵便番号 607-8080、山科区竹花竹の街道町92、ラクトシート、電話 593-1515、ファックス 583-0777、開館時間は9時から21時、日曜祝日は17時まで、休館は第2、第4火曜、祝日の場合は翌平日。お知らせは2つあります。どちらも料金無料、申し込み不要、先着順です。お知らせ1つ目は、アスニー山科講演会。祇園祭や南禅寺に関する講演。時、7月10日、31日、それぞれ10時から1時間半。なお、各講演の日時はホームページを確認してください。ここに2次元コードがあります。お知らせ2つ目は、アスニー山科ムービー。才覚一大女の上映。時、7月16日10時と14時、それぞれ2時間20分。ウィングス京都。郵便番号 604-8147。中京区三佐山町262。電話 212-8013、ファックス 212-7460、開館時間は9時から21時、日曜祝日は17時まで、休館は水曜。お知らせは3つあります。すべて対象は18歳以上です。お知らせ1つ目は、男女共同参画講座。テーマ、LGBT って何？時、7月30日10時から1時間半、料金無料。申し込みはホームページを確認の上、7月23日までに先着順です。ここに2次元コードがあります。お知らせ2つ目は、英語でゴスペル&ポップス講座。時、8月29日から木曜16回、15時半から1時間半、料金29,000円。申し込みはウィングス京都に申し込み方法を確認の上、7月1日から8月1日に、8月1日必着で、多数の場合抽選です。お知らせ3つ目は、心和らぐ愛唱歌講座。時、8月30日から金曜16回、13時半から1時間半、料金27,000円。申し込みは、ウィングス京都に申し込み方法を確認の上、7月1日から8月1日に、8月1日必着で、多数の場合抽選です。健康福祉。ファミリーサポート事業説明講習会。育児の援助を求める方を支援する会員の募集。時、8月9日9時20分から7時間半。会場、子ども未来館。中京区、愛の町、竹屋町、下がる。対象は、自宅で子どもの預かり等の育児援助ができる18歳以上。高校生は不可。料金無料。申し込みは、電話で7月1日から31日に、ファミリーサポートセンター、電話 682-6238 へ。先着順です。問い合わせ先、育成推進課、電話 746-7610、ファックス 251-2322。マタニティクッキング、妊娠中の食事に関する話や調理実習ほか、時7月27日、8月24日、それぞれ11時から2時間、会場、ウィングス京都、中京区、東の東院六角下がる。対象は妊婦とパートナー。妊婦一人での参加か。料金、一人各900円。申し込みは電話でまたはホームページから、開催日の1ヶ月前から2週間前に、京都府栄養士会、電話 642-7568 へ、先着順です。ここに2次元コードがあります。問い合わせ先、健康長寿企画課、電話 222-3424、ファックス 222-3416。市立病院、郵便番号 604-8845、中京区三部東高田町 1-2、 電話 311-5311、 ファックス 311-9877。 お知らせは2つあります。どちらも料金無料、申し込み不要、先着順です。お知らせ1つ目は、血液内科医師による講座。テーマ、あざができる原因。時、7月13日10時半から1時間。会場、京都経済センター、下京区、室町市場、南東角。お知らせ2つ目は、健康教室輝き。テーマ、健康寿命を伸ばす食生活。時、7月26日14時半から1時間。後期高齢者医療保険料、介護保険料の減免。対象、退職や廃業等により2024年の所得が前年よりも大幅に減少する見込みの方。問い合わせ、後期高齢者医療保険は区役所、支所、保険年金課。なお、京北出張所は保健福祉第一担当。介護保険は区役所、支所、健康長寿推進課。なお、京北出張所は保健福祉第一担当。障害保険福祉推進室の事業。電話 222-4161、 ファックス251-2940。 1. 都ユニバーサルデザイン賞作品募集。テーマ、あなた、家族、友人が明日から障害のある人として生活していくなら。対象、市内に在住か通勤通学の方。申し込み、ホームページを確認の上、12月13日までに必着。ここに二次元コードがあります。ワクワクボイスです。ユニバーサルデザインとは、誰もが暮らしやすいように、物やサービスなどをわかりやすいデザインにしようという考え方です。皆さんからのアイデアをお待ちしています。2、心の輪を広げる体験作文と障害者週間のポスターを募集。申し込み、ホームページを確認の上、7月1日から8月30日に必着。ここに二次元コードがあります。作文、テーマ、出会い、触れ合い、心の輪。対象、市内に在住か通勤通学の小学生以上。ポスター、テーマ、誰もが安全に安心して生活できる社会の実現。対象、市内に在住か通学の小中学生。戦没者遺族への敬老記念品の贈呈。対象、1923年9月16日から1924年9月15日、1943年9月16日から1944年9月15日に生まれた公務扶助料受給者、申し込み問い合わせ、電話で7月1日から31日に生活福祉課、電話 251-1175、ファックス 256-4652、なお、遺族会会員は、各区の同会役員へ、長寿健やかセンター、郵便番号 600-8127、下京区梅港町 83-1、人町交流館京都、電話 354-8741、ファックス 354-8742、メール sukyowaka.yakato-machi-kyoto.jp、 時間9時から17時半、休み第3火曜、祝日の場合は翌平日、会場人町交流館京都、料金無料。1. 健やか講座、健康に関する話や体操ほか、時7月19日13時半から2時間。申し込み、電話かファックス、メールで7月1日から18日に同センターへ、先着順。2. 優しい介護講座、テーマ入浴の効果、方法と介助、時7月25日13時半から2時間。対象福祉の仕事や資格取得をしていない市内に在住か通勤通学の方。申し込み、ホームページを確認の上、7月18日までに先着順。ここに二次元コードがあります。子ども未来館、郵便番号 604-0883、中京区楠木町 601-1、電話 254-5001、ファックス 212-9909、時間9時から21時、日曜祝日は17時まで。休み火曜、祝日の場合は翌平日。料金無料。1. おしゃべり広場。時7月3日29日10時から24日13時半から、それぞれ1時間半。対象、乳幼児と保護者、妊婦、申し込み不要。2. 子育て図書館、赤ちゃんと絵本のふれあい会。時7月19日10時半から45分。対象、4ヶ月以上1歳未満の乳児と保護者。申し込み、電話で7月1日から同図書館、電話 254-8181 へ、先着順。3. 子育て図書館お楽しみ会、時7月28日14時20分から30分、対象乳幼児と家族、申し込み不要。保育園認定こども園就職説明会、採用情報の紹介や就職相談の受付。時7月19日17時から19時半、受付は19時まで。会場イオンモール京都南区西の東院8条下がる。対象、保育士・調理師等の資格を有する、または取得見込みの方。料金無料、申し込み不要。問い合わせ、養護総合支援室。電話、251-2390。ファックス、251-2950。ひとり親家庭支援センターパソコン講習会、基本操作やワード操作ほか。なお、各講習の日時料金はホームページを確認。時、8月31日から10月26日13時から3時間。会場、同支援センター左京区下鴨北野々上町北山ふれあいセンター。対象、ひとり親家庭の親・家父。申し込み問い合わせ、電話で、またはホームページから、7月1日から8月15日に、同支援センターへ。電話、708-7750。ファックス、708-7833。多数抽選。ここに二次元コードがあります。体験・見学。地球丸広場。体験型の環境イベント。時、7月21日14時、15時半、それぞれ40分。会場、都エコロジーセンター。伏見区深草池の内町。料金無料。小学3年生以下は保護者同伴。申し込み不要。問い合わせ、同センター。電話、641-0911。ファックス、641-0912。ゴミ減量エコバスツアー。サステナ京都等の環境学習施設などの見学。なお、各催しの日時・会場はホームページを確認。時、7月23日から8月22日。対象、市内に在住か通学の小中学生。小学生は保護者同伴。料金無料。申し込み問い合わせ、京都いつでもコールに確認の上、7月9日までに多数抽選。ここに二次元コードがあります。参拝施設見学エコツアー。オンラインあり。産業廃棄物処理施設等の見学。なお、各催しの日時・会場はホームページを確認。時、7月29日、8月5日。対象、市内に在住か通学の小学4年生から中学生。小学生は保護者同伴。料金無料。申し込み問い合わせ、京都いつでもコールに確認の上、7月9日までに多数抽選。ここに二次元コードがあります。話せで遊ぼう。水鉄砲作り。時、8月10日、11日、それぞれ10時から5時間。会場、話せ山の家、左京区話せ別所町。対象、中学生以下の子供を含む家族。料金、一般各2000円、小中学生、各3000円、3歳以上の未就学児各2500円。申し込みホームページを確認の上、7月20日までに必着、多数抽選。ここに二次元コードがあります。問い合わせ、山の家、電話 746-0717 ファックス 746-0392 京都ものづくりの殿堂工房学習体験会。ものづくり企業の最新技術等の学習ほか、時7月26日、31日、9時、13時半、それぞれ2時間半。会場、京都学びの街、生き方探究館。上京区、西の東院下田中里下がる。対象、小学3年生から6年生、特別支援学校、小学部、3年生から6年生の児童、要保護者同伴、料金無料。申し込み問い合わせ、京都いつでもコールに確認の上、7月10日までに多数抽選。市動物園、郵便番号、606-8333 左京区岡崎宝生寺町電話 771-0210 ファックス 752-1974 時間9時から17時入園は16時半まで休み月曜祝日の場合は翌平日入園料高校生以上750円。1. 動物画コンクール作品を募集。テーマ市動物園の動物や風景。対象市内に在住か通学の小学生。申し込みホームページを確認。ここに二次元コードがあります。2.夏の夜間開園時7月27日、28日、8月10日、11日、17時から20時入園は19時半まで料金要入園料申し込み不要。3. 動物たちへの氷のプレゼント時8月4日時間はホームページを確認。料金、要入園料。申し込み不要。ここに二次元コードがあります。市図書館、中央図書館、中京区丸太町七本松西入。電話 802-3133。ファックス 812-5816 右京中央図書館地下鉄太秦天神川駅2番出口三佐右京電話 871-5336 ファックス 871-5341 伏見中央図書館伏見区今町電話 622-6700 ファックス622-6551 醍醐中央図書館地下鉄醍醐駅1番出口パセオ醍醐楼西館電話 575-2584 ファックス 575-2587 時間9時半から20時土曜日曜祝日は17時まで7月27日8月3日、10日、17日、24日は19時まで。休み、火曜。祝日の場合は翌平日。料金無料。お知らせが2つあります。1、図書館の催し。中央図書館、時、赤ちゃん絵本の会。7月18日、11時から20分。お楽しみ会。7月27日11時から30分。申し込み不要。先着順です。右京中央図書館。時、お楽しみ会。7月13日、27日、14時から20分。親子で楽しめる催しなどを紹介する夏休み情報展、7月17日から8月31日、司書による夏休みの宿題調べ物サポートは、7月25日、26日、8月1日、2日、いずれも10時半から12時。申し込み不要、先着順です。伏見中央図書館、時、武田幼稚園児による絵の展示、パリオリンピック・パラリンピックをテーマにした図書の展示、貸し出し、7月1日から31日、赤ちゃん絵本こんにちは、7月18日11時から15分、申し込み不要です。第5中央図書館、時、1、お金や夏休みをテーマにした図書の展示、貸し出し、7月1日から31日。2、名画上映会、素晴らしき世界。7月21日、13時半から2時間10分。申し込み、1は不要、2は電話かファックスで、7月8日から20日に、第5中央図書館へ先着順です。2、講演会、大文字、JICA、JICA、海外協力隊、時7月28日、10時半から1時間、会場、第5中央図書館、対象、小学生以上の子どもと保護者、申し込み不要、先着順です。青少年科学センター、郵便番号 612-0031、伏見区深草池之内町13、電話 642-1601、ファックス 642-1605、時間9時から17時、入場は16時半まで、休み、木曜、祝日の場合は翌平日、入場料、一般520円、中学・高校生200円、小学生100円。お知らせが3つあります。1、企画展、センター学習55年の歩み。時、7月13日から8月25日。料金、要入場料、申し込み不要です。ここでワクワクボイスです。センター学習とは、学校ではできない実験や観察を通して、科学の不思議や楽しさを感じてもらう、同センターの取り組みです。この展示では、センター学習の歴史や独自に開発した教材教具などを紹介します。2. 夏休み理科相談会。自由研究の実験方法などの相談。時、7月21日、9時半から11時半、13時半から15時半。対象、小中学・高校生。料金無料、申し込み不要です。3、市民天体観望会。時、8月5日、7日、19時から2時間。対象、小学生以上、小中学生は保護者同伴。料金一般各500円。中学・高校生各200円。小学生各100円です。申し込み、京都いつでもコールに確認の上、7月9日から16日に多数抽選です。スポーツ・運動。車いすバスケットボール体験会。時、8月4日、14時から2時間。会場、障害者スポーツセンター、左京区高野玉岡町。料金無料。申し込み、ホームページを確認の上、7月1日から15日に必着。多数抽選です。ここに2次元コードがあります。問い合わせ、同センターへ、電話 702-3370、ファックス 702-3372。サッカー J1 リーグ京都サンガ FC、 浦和レッズ名古屋グランパス戦。なお各試合の日時、申し込み方法はホームページを確認。時7月14日、8月7日。会場サンガスタジアム JR 亀岡駅北側。料金一般前売り各2600円から11000円。当日各3100円から11500円。小中学高校生前売り各900円から11000円。当日各1200円から11500円。ここに二次元コードがあります。問い合わせ市民スポーツ振興室、電話 222-3134、ファックス 213-3367。全京都障害者総合スポーツ大会。1、陸上競技。2、アーチェリー。参加者を募集。時、9月10時から6時間。1、竹菱スタジアム京都、右京区西京極総合運動公園は8日。2、日吉総合運動広場、南丹市日吉町は15日。対象、市内に在住か通勤通学の障害者手帳を所持する12歳以上、2024年4月1日時点、料金各500円、申し込み、ホームページを確認。ここに二次元コードがあります。問い合わせ、障害保健福祉推進室、電話 222-4161、ファックス 251-2940。山科地域体育館、郵便番号 607-8169、山科区凪辻西浦町、1-12、電話 595-9705、ファックス 595-9706。 対象16歳以上1人1回、料金各1000円。申し込み、同館に申し込み方法を確認の上、7月1日から開催日の前日に先着順です。1、優しいヨガ1日体験。時7月11日、18日、25日、12時45分から1時間。2、ヨガ1日体験。時、7月13日、20日、19時から1時間。優しいヨガ1日体験。時、7月8日、22日、29日、18時15分から1時間。会場、桂川地域体育館、西京区上桂今井町。対象16歳以上1人1回、料金各1000円。申し込み問い合わせ、電話で7月1日から同館へ、電話 392-6573、ファックス 392-6513、先着順です。筋力トレーニング教室1日体験。時7月10日、17日、24日、11時45分から1時間。会場、宝池公園体育館、地下鉄松ヶ崎駅2番出口。対象、65歳以上1人1回、料金各1100円。申し込み問い合わせ、電話で、7月1日から開催日の前日に同館へ、電話 746-3222、 ファックス 703-9300、 先着順です。市スポーツ協会の催し、電話 315-4561、 ファックス 315-4521、 休み土曜日曜祝日。お知らせが2つあります。1、背骨の調律エクササイズ。時、7月11日、18日、11時半から1時間。会場、片岡アリーナ京都、右京区西京極総合運動公園、対象18歳以上、料金各1000円、申し込み電話で7月1日から10日に市民スポーツ会館、電話 315-3741、先着順です。2. 市民総合体育大会 1. 自転車競技 2. 陸上競技出場者を募集。なお、各種目の対象、料金申し込み方法は、区役所、市場等で6月28日から配布のリーフレットを確認。時 1. 向こう町競輪場、向こう市寺戸町西の段、8月11日8時から8時間。2. 竹菱スタジアム京都、右京区西京極総合運動公園、8月25日9時から8時間。第5地域体育館、郵便番号 601-1375、伏見区第5高畑町 30-1、パセオ大五郎西館、電話 575-2582、ファックス 575-2583、対象16歳以上、1人1回、料金各1000円、申し込み、同館に申し込み方法を確認の上、7月1日から開催日の前日に先着順です。1. やさしいヨガ1日体験。時7月9日、16日、23日、10時15分から1時間。2. ストレッチ&トレーニング1日体験。時7月10日、17日、24日、31日、9時15分から1時間。ハワイアンフラ1日体験。時7月8日、22日、29日、14時、1時間。会場、右京地域体育館、地下鉄、宇政天神川駅、2番出口、三叉右京。対象、16歳以上、1人1回、料金、各1000円。申し込み、問い合わせ、電話で7月1日から同館。電話 882-3388、ファックス 882-4433、先着順です。卓球教室、1日体験。時、7月12日、19日、26日、9時20分、1時間15分。会場、東山地域体育館、東山区清水5丁目。対象、16歳以上、1人1回、料金各1000円。申し込み問い合わせ、同館、電話 532-0474、ファックス 561-1377 に申し込み方法を確認の上、7月1日から先着順です。京都アクアリーナ、郵便番号 615-0846、右京区西京極徳大寺団子電庁64、電話 315-4800、ファックス 315-4582、時間9時から21時、休み火曜、祝日の場合は翌平日。1. 水泳教室。なお、各教室の日時料金はホームページを確認。時7月25日から8月10日。対象、3歳から小学生、要保護者同伴。申し込み、電話で7月1日から開催日の前日にアクアリーナ。先着順です。ここに2次元コードがあります。2. 忍者学校。忍者の動作等をもとにした体を使う遊び。時、7月28日。1、9時半。2、11時15分。1時間15分。対象、1、4歳以上の未就学児。2、小学1年から3年生。要保護者同伴。料金、各1500円。申し込み、電話で7月5日から27日にアクアリーナ、先着順です。芸術、文化、眼差しの手入れ。若手企画者と彫刻家による企画展。時、7月31日から9月1日。8月16日は休み。10時から20時。会場、京都芸術センター。中京区、室町たこやくし下がる。料金無料。申し込み不要。問い合わせ、同センター。電話、213-1000。ファックス、213-1004。日本画に挑戦。時、7月28日、8月4日、連続。13時半から2時間半。会場、学校歴史博物館、下京区、五湖町仏光寺下がる。対象、小学生、4年生以下は保護者同伴。料金、500円。保護者は、400円の入館料が必要です。申し込み、ホームページを確認の上、7月15日までに必着。多数抽選。問い合わせ、同館。電話、344-1305。ファックス、344-1327。ここに二次元コードがあります。市交響楽団定期演奏会。曲目、ドボルザーク、チェコ組曲ほか。時、9月21日、14時半、2時間。会場、京都コンサートホール。地下鉄北山駅1、3番出口。対象、小学生以上。料金、2000円から5500円。入場券は同ホール等で7月27日から販売。敬老無料招待。対象、市内に在住の70歳以上の方。申し込み、ホームページを確認の上、7月16日から23日に必着。多数抽選。問い合わせ、同楽団事務局。電話、222-0347。ファックス、222-0332。ここに二次元コードがあります。季節の限定茶菓子席。時、7月16日、9時から17時半。会場、無林庵。左京区、南禅寺、草川町。料金、1200円。別途、要入場料。小学生以上600円。申し込み、ホームページを確認。先着順です。問い合わせ、無林庵。電話、ファックスとも 771-3909。ここに二次元コードがあります。ここでワクワクボイスです。疎水から引き入れた水の流れに耳を傾け、無林庵のお庭を眺めながら、季節にちなんだ生菓子が楽しめます。なくなり次第終了ですので、お早めに。歴史資料館、郵便番号 602-0867、上京区、松影町138-1。電話 241-4312、 ファックス 241-4012、 時間9時から17時、休み、月曜、祝日。1、特別展、都に生きる聴衆。聴衆は町の衆と書きます。祇園祭りを支えてきた聴衆の資料の展示。時、6月29日から9月1日。料金無料、申し込み不要。2、講演会、聴衆の記録を開く。時、7月31日18時、1時間半。対象、市内に在住か、通勤・通学の小学生以上。料金1000円。申し込み、今日といつでもコールに確認の上、7月12日までに多数抽選。3、自分の顔を作ろう。顔は花に押すと書きます。日本古来の署名である顔のデザイン。時、8月11日、10時、14時、1時間半。対象、市内に在住か通学の小中学高校生。小学3年生以下は、保護者同伴。なお、1組1回。料金、1人各500円。申し込み、今日といつでもコールに確認の上、7月16日までに多数抽選。夏休み子ども写生大会。京都芸大の学生による写生の助言。時、8月2日9時半、3時間。会場、市動物園。左京区岡崎法相寺町。対象、市内に在住か通学の小学生、3年生以下は保護者同伴。料金要入園料、高校生以上750円。申し込み問い合わせ、今日といつでもコールに確認の上、7月2日から11日に多数抽選。ファッションの考古学、縄文から江戸時代のファッションに関する出土品の展示。時、7月13日から11月24日。休みは月曜日、祝日の場合は翌平日です。9時から17時、入館は16時半まで。会場、考古資料館、上京区今出川大宮東イル。料金無料、申し込み不要。問い合わせ同館。電話 432-3245、 ファックス 431-3307。 旧三井家下鴨別邸、夏の夜間会館。時、7月19日から21日、26日から28日、17時半から20時半、受付は20時まで。会場、同別邸、左京区下鴨宮川町。料金、一般1200円、中学高校生600円、2階の座敷は一般1800円、中学高校生900円、申し込み、ホームページを確認、問い合わせ、同別邸、電話 366-4321、ファックス 708-8321、ここに2次元コードがあります。ロームシアター京都、郵便番号 606-8342、左京区岡崎最小寺町13、電話 771-6051、ファックス 746-3366。 1、0歳からの夏休みコンサート、市交響楽団による子ども向けの演奏。時、8月17日11時、14時、1時間。料金、小学生以上各800円。入場券は同シアター等で6月23日から販売。2、市民寄せ。出演、月亭八方ほか。時、9月29日、13時半。2時間10分。対象小学生以上、料金前売り2300円、当日2500円、25歳以下各1500円。なお入場券は同シアター等で7月23日から販売。3、歌劇ラ・ボエーム、指揮井上道義、時10月6日14時、2時間50分、対象小学生以上、料金3000円から1万3000円、入場券は同シアター等で販売中。京都うずまさキネマの街、時9月28日12時半から4時間、会場右京ふれあい文化会館、右京区うずまさ安井西浦町、料金前売り1000円、当日1300円、入場券は同館等で7月7日から販売。問い合わせ同館、電話 822-3349、 ファックス 822-3384。 ワクワクボイス、北白川派野さりの島と市川雷蔵主演炎上の2作品を上映します。ぜひお越しください。京都コンサートホール、郵便番号 606-0823、 左京区下鴨半義町 1-26、 電話 711-3231、 ファックス 711-2955、 休み第1第3月曜、祝日の場合は翌平日、対象小学生以上。1、北山マチネシリーズ、出演歌手高野ゆりえほか、時8月29日11時から1時間、料金1500円、入場券は同ホール等で販売中。2、ピアノリサイタル、出演深見まどか、時10月10日19時から2時間、料金3000円、入場券は同ホール等で7月5日から販売。3、京都シンフォニエッタ、市交響楽団員による演奏、時10月14日14時から2時間、料金一般3500円、22歳以下の学生および70歳以上は2500円、入場券は同ホール等で6月21日から販売。京都市京セラ美術館、郵便番号 606-8344、 左京区岡崎円照寺町124、電話 771-4334、 ファックス 761-0444、 時間10時から18時、入場は17時半まで、休み月曜祝日を除く、申し込み不要。1、奥村光一光の風景画家展、時7月19日から9月8日、料金一般1800円、高校大学生1300円、小中学生1000円、前売りは各200円引き。2、コレクションルーム夏季、時7月19日から9月27日、料金520円ほか。次はその他のお知らせです。動物愛護写真コンクール作品募集。テーマ、人と動物との触れ合い。対象、市内に在住か通勤通学の方。料金無料。申し込みホームページを確認の上、7月31日までに消印有効。ここに二次元コードがあります。問い合わせ動物愛護センター、電話 671-0336、 ファックス 671-0338。 空き家相談員による不動産無料相談会8月。時13時半、14時20分、15時10分から1組40分。1日は北左京、下京、右京、伏見の区役所。6日は上京、中京、山科、西京の区役所および深草第5支所。申し込み問い合わせ京都イステムコールに確認の上、7月2日から開催日の5日前に。先着順。京都マーブルスペース交流会個別相談会。なお、各催しの日時、申し込み方法はホームページを確認。時、8月24日、11月17日。1月19日、会場、ウィングス京都、中京区東の東院六角下がる。対象、LGBT など性的少数者の方、ほか。料金、無料。問い合わせ、共生社会推進室。電話、222-3096。ファックス、366-0139。 ここに二次元コードがあります。ワクワクボイス。京都マーブルスペースは自分の性別の違和感や恋愛対象の性別について悩んでいる。 LGBT を理解し何ができるか考えたいなどの悩みや思いについて話せる場所です。ぜひご活用ください。消費生活総合センター、郵便番号 604-8588、 中京区西三坊堀川町521。電話 366-2250、 ファックス 366-2259。 時間9時から17時、休み土曜日曜祝日。1、エシカル消費の種標語募集。人や環境などに配慮したものを選んで消費することに関する標語。対象、市内に在住か通勤通学の小学生以上。申し込みホームページを確認の上、7月1日から9月12日に必着。ここに二次元コードがあります。2、民事調停セミナー相談会。なお、各催しの時間、申し込み方法はホームページを確認。時、7月18日。会場、ウィングス京都、中京区東の東院六角下がる。料金、無料。ここに二次元コードがあります。民間マンションへの確保、検診、上下水道料金の確保徴収サービスがあります。物件所有者等は検針や集金の手間が省けます。なお、各戸で上下水道局が貸与する水道メーター、有料の設置が必要。対象、同サービスの実施に全戸が同意した民間マンション、その他要件あり。申し込み、ホームページを確認。問い合わせ、お客様サービス推進室。電話 672-7733。ファックス 671-4165。ここに二次元コードがあります。市選挙管理委員会の事業。電話 222-3589。ファックス 241-9230。 1. 明るい選挙を進めるポスター募集。対象、市内に在住か通学の小・中・高等総合支援学校の児童・生徒。申し込み、ホームページを確認の上、9月6日までに必着。ここに二次元コードがあります。2. 論文コンクール作品募集。テーマ、こんな京都に住みたい、ほか。対象、市内に在住か通勤通学の中学生から18歳。2025年3月31日時点。申し込み、ホームページを確認の上、9月13日までに必着。ここに二次元コードがあります。都安心住まいセンター。郵便番号 600-8127。下京区梅港町 83-1。人町交流館京都。電話 744-1670。 ファックス 744-1637。 時間9時半から17時。休み水曜第3火曜祝日。 1. 省エネ住宅巡り。市内外7カ所で省エネ性能を体感できる住宅の見学会。なお、日時、会場はホームページを確認。時、7月20日から8月25日。料金、無料。申し込み、ホームページを確認の上、開催日の7日前までに。先着順。ここに二次元コードがあります。2. 住まいと町フェスタ。中古住宅の購入と改修に関する講座や親子でものづくり体験ほか。なお、各催しの時間対象はホームページを確認。時8月4日、会場人町交流館京都。入場無料。申し込み、ホームページを確認の上、8月3日までに。先着順。ここに二次元コードがあります。これで声の市民新聞を終わります。令和6年7月第328号。制作は声記者団法人京都府視覚障害者協会。制作協力は朗読ボランティアグループさえずり会の富江、緑川、中西、村上、長井、浅井、小足、藤田、岸本、松本でした。なお、声の市民新聞についてのご意見やお問い合わせは、京都市広報課、電話 222-3094 へお寄せください。それでは皆さん、来月号まで。さようなら。